こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、リコのオートハーフ S の方ですね、こちらですね、はい、こちらですね、ちょっと発送に時間がかかりました。申し訳ございません。ちょっと整備の方にですね、時間がかかってましたので、オーバーホールは終わってます。モルトの方も、このように張り替えは済んでます。であとこちらですね、フィルムを入れた後に閉じてですね、この巻き上げ、自動巻き上げなので、これを回して、で、シャッターが切れます。はい。使い方だけもちょっと間違えといけないので、この使い方だけは、確認しながらご使用ください。はい、状態としても非常に綺麗です。はい。オーバーホールも済んでますので、問題ないですね。はい。非常にレトロですが、非常に、アンティークですよね。実際使えますので、実際こちらでですね、オーバーホールしたものなので、実際写真を撮ってください。ちょっと簡単な説明になりますが、もし分からないことがあればですね、ご連絡ください。分かるようにですね、使い方の動画の方をお送りします。よろしくお願いします。